とうございます。本日水野の調印式ということで、水野本社にやってまいりました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱこういう体験が初めてなんでちょっと緊張気味ですね。頑張っていきましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。本日はお忙しい中、上岡俊介、水野ブランドアンバサダー調印式にお越しくださいまして誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めさせていただきます七瀬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに登壇者をご紹介いたします。同志社大学スポーツ健康学部4年上岡俊介、水野株式会社コンペティションスポーツ事業部事業部長藤江博一様より今回のブランドアンバサダー契約についてお話しさせていただきます。藤江部長よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました水野株式会社コンペティションスポーツ事業部の藤江でございます。さてこの度こちらにいらっしゃいますソフトテニス男子ナショナルチームメンバーであります上岡俊介選手と水野ブランドアンバサダー契約を締結することとなりましたのでご報告いたします。この水野ブランドアンバサダーですが、多くの競技種目がありますが、そのトップアスリートの皆さんに就任の方をしていただいております。我々の製品、シューズ、アパレル、用具といったものを着用いただいて試合において素晴らしいパフォーマンスを発揮していただき、我々の価値を向上するということはもちろんのこと、市場の開拓であるとか、あと商品の開発についてもご協力をいただくといった内容になっております。具体的にはこの上岡選手と一緒にソフトテニスの部活動による講演会、講習会、イベントといったものを通じてソフトテニスの技術や、あとプレーをする楽しさといったものを伝えていき、さらにはですね、SNS といったデジタルツールを駆使しまして、このソフトテニスの市場というのは中学生、高校生というのが多くいらっしゃいますので、そういった方々に、ソフトテニスの魅力や、水野の良さといったものを伝えていきたいと考えております。またソフトテニス、その戦略や戦術、そしてスピードなども日々進化しております。そういった競技としての進化にも対応していくために、ぜひこの上岡選手の、卓越した技術、そして知識、経験といったものと我々の開発力といったものをミックスして、市場のユーザーに喜んでいただける、優位性を感じていただけるような製品の開発といったものを進めていきたいと考えております。ソフトテニスの市場の活性化、成長に向けて引き続き一緒に取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。続きまして、水野ブランドアンバサダーに就任した上岡俊介選手よりご挨拶申し上げます。上岡選手お願いいたします。皆さんこんにちは、上岡俊介です。本日は、水野ブランドアンバサダー調印式に、お集まりいただき、誠にありがとうございます。本日より、水野さんとブランドアンバサダー契約を結ばせていただき、改めて、今後プロとして活動していくことになりました。それに至ってこれまで、サポートしていただいた水野さんと新しい形で共に、戦っていけることを、とても嬉しく思います。これからは、勝たなければいけないという、立場になりますが、これまでと気持ちは変わらず、しっかりと結果を残して恩返ししていきたいと思います。そして、水野さんと共に高め合って、ソフトテニスの普及発展に、努めてまいりたいと思います。プロとしての決意なんですけども、国内大会で結果を残すことはもちろんなんですが、国際大会でもしっかりと結果を残せるように、トレーニングしていきたいと思います。立場はプロとして変わるんですけども、これまでも強い気持ちを持って、取り組んできましたので、自分の、自分自身の心境は変わらず、自分のペースで、取り組んでいきたいと思います。またこれまで小学校の時から講習会やイベント等で、日本のトップ選手が自分自身に、
夢を与えてもらった分、今度は自分がジュニア世代に夢を与える番だと思っています。しっかりとそのような講習会やイベント等にも積極的に取り組んでいきたいと思います。今後ともより一層ソフトテニスの発展に努力してまいりますので、今後とも応援の方よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。それではこれより調印式を行いたいと思います。上岡選手、プロ宣言、はい、調印式ということで、はい、じゃあその指代表として来させてもらっていただいてるんですけど、本当ですか？知ってたよ。ありがとうございます。ずっと、あ、ずっと今日も止まってたから、この間やっていきたいと思います。お願いします。ずっとおこがましいんですけど、このように座らせて。いやいや、全然そんな、まあ、じゃあもう調印式ほや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 と調印ほやほやさすとなるで率直な感想というか。そうですね、まあ初めての経験だったんで、まあ、ちょっとお堅いところを見せてしまったのはちょっと申し訳ないんですけど、まあ僕自身はまあ、プロになったからその変わったことはなく、形だけ、まあ、形はプロだったんですけど、まあそれ以外はこれまで通りです。何も変わりませんよっていうことで安心してください。安心してください。いつものルカです。すいません、高木さん、今日お答えをお願いします。調子が良くない。ちょっとすぐ2倍くらい期待とかまたね。まあでも活動としてはね、やっぱりソムビ自体のその共通に発展を結構目指してやってきたので、はい、もう2年ぐらいやってきた。そうですね、まあ、最近動画上げれてないんですけど、 まあその上岡選手のサポートみたいな方法をね、はい、できればいいなと思って、はい、ありがとうございます。今後のソムビの方針みたいなところについてなんですけれども、はい、まあ、運営主体というか、まあ、運営もともとしてたのが大学生の今4年でみんな卒業するので、チャンネル自体は今後は一応ソヌビとして残していくんですけれども、はい、まあなんて言うんでしょう、上岡選手の応援チャンネルというか、オフィシャルの上岡選手のチャンネルに、まあ、なっていきますので、そうです、ね、まあ、ソヌビはソヌビなんですけど、名前はそうなんですけど、中身自体はもう上岡のチャンネルという形で。今後は上岡選手にもっともっとフォーカスした動画を上げていこうと思いますので、はい、まあ、またね、まあ、活動としては卒業に習っているのとか、そうです、技術指導動画とかっていう、上岡選手の活動だとかみたいな感じで言ってるんですけど、はい、まあ、そういう感じになりますので、はい、ここだけはご報告ということで、はい、今度は解説させていただきたいと思います。はい、カチカチやん。すごいカチカチやん。でもどこ見ていいか分からない。何本だよ、何本だよ。チカチカチ痛い痛い痛い、はい、なんかあれだ。そうですね、すごいとこ座ってるよ。椅子の2枚やし、もう2枚しか座ってない。ケツ半分だけ。昔感じで今後とも上田選手の、ご活躍と、はい、ご発見、ご届けさせても祈願いたしまして、はい、この動画を撮らせていただきたいと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。